ですか皆さん。今日もですね、昨日残りの続きのお鍋食べました。ぬくぬくなんですよ今日は。はい、前もつけさせてもらった真っ赤な赤いリボンです。服は白にゃんでございます。今日もかわいい、ありがとうございます。お久しぶりにゃんです。ありがとうございます。待ってましたよ、嬉しい、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。あ、何も入れてるんですね。私はですね、入れてないんですよ。今日はお休みでしたか？おー、すかぶりに来れました。ありがとうございます。はい、今日フリーレとか自主練とかしたり。はい、ジムスリーさんの撮影もできました。はい、そうなんですよ。中学生みたい。ありがとうございます。ありがとうございます。もうちょっとで21歳になります。襟元も。そうなんです。丸襟って言いますか、丸襟タイプでございます。最初に酒屋に行きました。おお、ありがとうございます、嬉しい。サンシャイン酒屋さんとのコラボも今月末までで、そう、もうちょっとになってるので嬉しいです。ありがとうございます。私もそうなんですよ、行かせていただきたいなと思ってるので、ちょっと最後までちょっと諦めず頑張ります。ちょっとはい行けるように頑張ります。嬉しい、嬉しい。牛の、あ、AC 牛さん今日ありましたね。おー、見に行ってくださったんですね。ありがとうございます。AC 牛さんもね、いいですよね。じゃあ、頑張って呼んでもらえるように頑張ります。ジムスリーさんの撮影は、今、アメブロさんの方で紹介させてもらってる、横にゃん専用ジムスリーさんの、そう、完成したんですよ、ジムスリーさんが。だから、今日撮影をしました。はい。サンシャインがサンシャインに聞こえましたがちょっと私感じる時があるのでごめんなさい。そう、サンシャイン酒井さん、シャン、そう、ちょっと難しいお、有名な味噌カツ、あー、ヤバトンさんですね。今日はそう、お鍋でございますそう、昨日そうなんですよ、幸せすぎてみんなで温泉旅行に行った気分になれたっていう話なんですけど、そのお鍋がこう煮詰まってきたらこうブグブグブグってなるじゃないですか。でそれがそうジャグジー風呂みたいそれですごく、あ、やっぱり今日も温泉に行った気分になれましたね。はい、撮影結構そうですね、そう、やっぱ結構難しいです。綺麗に撮ろうと思ったらそう結構意外とそう暗いと、そしてピンボケしちゃったりとか、でもいいショットも撮れたので、はい、そうなんです。またアンプラさんで紹介させていただくのでぜひ見てください。手羽先、あ味噌カツも久しぶりに食べたいですね。はい、2日目のお鍋も最高でした。はいM3 さんもそうですね、アメフロさんに紹介させていただいた後とかに、はい、Twitter さんとか Instagram さんとかにもご紹介させていただけたらなと思います。お鍋、お肉もちろんです。鶏肉と豚肉と、なんかごぼうとレンコンだっていうの、そう、きつくねとかもそう買ってくれたんですけど、すごく美味しくて、あとおすすめはニラ餃子です。めっちゃ美味しいんですよ。もうはい、餃子の食べ方の中で一番好きかもですね。白菜外せないですね、食べました白菜も。そう、いろいろな出汁が出てて、そうなんですよ、美味しいですよね。もう今日はですね、今日で鯛揚げるっていうのがちゃんとので、もう3日目はありません。はい、リボンです。はい、お父さんが麺にしてましたはい、美味しいですよね。お、6日連続のハヤシライスですか、すごい。でも煮詰まってすごい美味しい味になってそうですね、すごいハヤシライス好きなので食べてみたいです、久しぶりに。はい、で今日はですね、ちょっとお見せしたいのがあります。今日はなんだろう、ご紹介配信かなはい、
んのラーメンを食べました、深夜に。深夜にですか？なかなかできないのですね、それは。喉が痛い。冬で寒くなったからですかね。前髪切ってないです。はい。喉も気をつけてください。くださいの入った。辛いシャゴンダラ乗ってみたいです。そう、ザイさせてもらえるように頑張りますね。ちょっと、はい。そう、お見せしたいものとは、あれになるんですけれども。はい。お疲れ、こにゃんでーす。写真収録しました。ありがとうございます。なんでそんなに可愛いの？嬉しい。嬉しいですね。普通の私服なんですけど、あ、でもなんか色合いがお子さんっぽいかな。はい、そう、お父さんがですね、先日から来てくれてるんですけど、こんばんは、ありがとうございます。そうなんですよ、なんか大阪だとなかなかカップラーメン、たまに、あんまり食べないんですけど、たまに食べます。はい、そう、大阪だとあんまりなんかいいガンプラがないみたいで、で、名古屋に来た時に、そう、ガンプラを、そうなんですよ、いろいろ見てたみたいなんですけど、そういいのがあったみたいで、そう、そう、たくさん今回は買えたみたいなので、ちょっと紹介させていただきたいなと思いまして。そうなんですよ、なかなか今、あれですよね、なんかガンプラがね、買えないですよね、欲しいのとか特に。うん、ないみたいですね、なかなか。そう、私はダンス練習とかそういろいろあるので、今日もそうレッスンとかもあったので、お父さんそう一人で見に行ったんですけど私もちょっと見たかったですね。はい、じゃ行けたらなと思うんですけど、そうなんですよ、そう、お父さん見に行ってました。じゃ紹介させていただきたいと思います。結構あるんですよね。おお、あります。上司カメラさんに、そうですよね、上司さんとか。それでは、そっか、そう、そうなんですよね。ちょっとお留守番でした。コロナもそうありますしね。うん。ミッキーさんっておもちゃ屋さんがいらしい。そうなんですね。知らないです。皆さんおすすめいっぱいありがとうございます。はい、じゃあまずこちらからいきたいと思います。いきますね、いきますよ。キュキットもあるでしょうか。じゃあいきます。じゃん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 、あ、ちょっと見た。じゃん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 、見えますか、見えますかね。こう、こっちの方がいいですかね。じゃじゃーん、ハイグレードのジムインターセプトカスタム、インターセプトカスタムはい、ジムさんですよ。ジム3さんに続いてジム、はい、ジムになりますね。これ初めて見ました。オリジンに出てくるみたいですね。はい、こんな感じなんですけど、見えますか、見えましたか。あ、反対だブリッタ、なんだっけ、フェローブリッタ、フェローブリッタっていうんですか、ここにでっかいボーンってあるじゃないですか。あれはないみたい、ついてないみたいなんですけど、はい、ブースターだ、ブースターですよね。なんて言いました、私ブリッタブースターです。ここにあのでっかいのつくじゃないですか。ブースターはブスみたいなんですけど、はい、次の横山専用候補、いやー、いやね、これは考えてないですね。じゃーん、ジム派、いやー、それ難しいですよね。ハイグレードなので結構パーツはちっちゃめです。紫の色がそう可愛いんですよ。なんか
パステルみたいに見えますかね、反射してますね。ね、こんな感じなんです。はい、ヘローブースター、これです、これです。はい、そう、まずこれでした。僕らのジムは普通のジムの3倍の動き。いや、やっぱ動きも早く。はい、そして続いてジムスナイパーカスタムぐらいしかわからないです。あ、ご存知でしたか。でもはい、たくじゃん。お父さんの影響で、はい、たくさん知れるきっかけになってます。あ、ちょっと見えた、ごめんなさい。続いてもなんとあれなんですよ、なんとあれでございます。いきますよ、じゃん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 。はい、こちらは見えますか、見えてますか。はい、こちらもですね、ハイグレードのジムさんです。ジムキャノンです。ジムキャノンのロケットバズーカ装備付きですね。装備がついてます。おー、こちらもオリジンに出てくるみたいですね。じゃんじゃん、青い箱、珍しい。じゃーん、なかなか、そう、売ってないみたいで、そう、これが一番欲しかったみたいなんですけど、そう、だから会ってめっちゃ喜んでました、お父さん。なかなかないって言ってました。はい、好きなやつですか。あ、本当ですか。これだっけな、そうです、そうです、あのプレミアムバンダイさんで買ったって言ってました。はい、ね、売ってないって言いましたね。あ、ハイグレードクオリティが上がってきて人気も上がってきてるんだって。あ、そうなんですね。なるほど。うん、お父さんジム好きなんですかね。確かにジム好きなんですかね。あ、こっちの説明書はあの、はい、色付きじゃなかったです。じゃーん、じゃじゃーん、今回視聴者さんのプレゼントはごめんなさい、ないです。はい、ブルーピリオドの箱がいいね。あ、アニメありますよね。中身はこんな、あ、かっこいいですね、カラー。じゃーん、こんなカラーでございます。かっこいい、かっこいい。やっぱパーツちっちゃめですね。おお。ジムの、はい、ジムコレクション、ジムコレクションでした。バレンシアが楽しいんやよ。確かにね、いっぱいありますよね、ジムさんも色がね。ファーストがでも何なんだろうな、何なんでしょうか。ファーストかな。あ、うなずいてますよ、お父さん。ファーストが好きみたいです。ジムキャノンでした。はい、で続いてはなんとガンダムじゃないんですよ。ガンダムじゃないのも出てきます。じゃ あ、見えちゃいました、また。じゃあいきますよ、3つ目。だん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 、じゃじゃーん。こちら私も知らなかったですね。あの戦闘メカザブングル、戦闘メカザブングルっていうアニメに出てくるものみたいですね。知ってますか皆さん。のウォーカーマシン、ドラッドイレブン、坂は難しい、ウォーカーマシントラッドイレブンです。ウォーカーマシン、え、知ってますか。トラッド11、
ていうんですか。ダブングル懐かしい。あ、すごい皆さんご存知な方多いですね。あ、そんなうちに806日目経っちゃいましたね。ありがとうございます。15分だって。はい、早いですね。806日目もありがとうございます。知ってるって。おー、すごい、ご存知の。あ、このパーツもちゃめですね。こんな感じ、ハイブレッドと一緒だ。あ、これ袋入ってない。パーツ数は少なめでーす。ちっちゃいのかな。あまり聞いたことありますか。フリコンタイプっていうんですか。皆さん詳しい。さすがキューキットに近いかも。おお、なるほど。はい、3つ目はこちらでした。はい、そしてまだありますよ。ホットリッチ大好き、私プラモを作った。そして続いてはアチェルですよ。あれもあります。実は来ます。私もすごく好きですね。好きな機体です。来まーす。じゃん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 じゃ
キューキットの赤いなんですよ。100分の1の、はい、キューキットの赤になります。赤いリラッカイ思い出しますね。全部私が作るわけじゃなくて、あ、作りたくなってきちゃいました。本当ですか？父さんが買ったガンプラを紹介させてもらってます。キューキット赤いです。じゃーん、かわいいですね、赤い。やっぱり座ってるのね、かわいいですよね、三角座り。はい、作ったらかわいいんだろうなーって。小学生の時に買って作った。おお、本当ですか？パーツがね、キューキットすごいですよね。はい、じゃーん、ほら、すごく大きいんです。パーツが見えますか？反射してるかな。じゃーん、見えますか？ほら、じゃじゃじゃーん、すっごく大きくないですか？かわいい、かわいいですよね。ほら、めっちゃ大きい。 懐かしいって。説明書は、こんなんだったんですね。あ、こういう感じなんですね。キューキットそう作ったことないので、そう、新鮮で。あ、こんだけしかないんですね。すごい、もうこんだけで説明書が少ない。パーツ数も少ないですし。キューキットもそうなんです、作ってみたいんですよね。赤いもらおうかなーって もらうっていう カラーの中はカラーじゃないですね。表と裏がカラーです。はい、シンプルで面白い。パーツも大きくて少なくて、キューキット作るの難しい、あ、改造するの難しいって、お父さん言ってましたね。すごい。懐かしいですか？難しいキューキットにも挑戦してみたいですね。やっぱ赤い可愛いですよね。癒し。やっぱクマっぽいなって思います。はい。閉まらない あ、閉まりました。はい。
わいいのが。そして最後です、最後、最後あるんです、最後。これは皆さんビッグですよ キューキットは接着剤入れますね。はい、そうなんですよ、入れますね。じゃあ最後いっちゃいます。じゃん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 、いきますよ。じゃん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 。大きくて入らない、下がらなきゃ。見えましたか。はい、こちらは60分の1のガンダム、フロアマーガンダムです。フロアマーガンダム、フロアマーガンダムです。めっちゃ大きい、60分の1はやっぱこんなに大きいんですね。ジョワーン、ジョワーンってなんだろうすごい。あ、なんかちょっとあの箱もなんかあれですね、キューキットな感じ、色落ちしてる感じが、なんか味が出てますねはい、フラマーガンダムです。じゃーん、すごい大きい。こちらも開けてみますね。パーフェクトグレードぐらいの大きさなんですかね、どうだろう。あ、でも説明書がすごい、こちらはすごいですよ、結構、はい、しっかりしてます、色付きで。あ、多いですね、やっぱあの、あ、ほら説明書も、ミキついて美味しいやつなんですね。へー、ほら割とあります、キューキットだけど大きいからかなこれもすごいですよ、パーツがですね大きいです。ほら、じゃあめっちゃ、あ、こうやって開けたらいいかな、ちょっとどうしよう。じゃーん、ほらめっちゃ、こんなに大きい60分の1です。めっちゃ大きくないですか？すごーい。こんな大きいの見つけたことないですね、私。はい、あ。大きいですね。おし、デカールもなんか大きい。すごい。足、太ももかな？めっちゃ大きいな。すごいですね。ね、迫力が。すごい。緑はこの渋い緑なんですね。すごい顔だ。顔も大きい。こんな大きいのあんまり見ないです、私。すごい大きい。手も、ほら。すごーい。30センチぐらいあるんですかね。カニの爪くらいありますかね。ほら、青はこんな色です。結構渋い感じの。色なんですね、くすんだような、かっこよくなりそう。おー、武器ですね、ここら辺は。かっこいい。本当ですか。ちょっと顔が違いますか、これそうなの、ここめっちゃ隙間あるなと思ったら見てください、じゃん、見えますか。ほら、人もついてるんですね、ちゃんと。すごい面白い。じゃーん。はい、こんな感じでした。え、作れるかな。なんかすぐみは頑張ったらできそうですけど、改造難しそう。ちょっとそうですね、キューキットは60分の1をいきなり改造するのは難易度が結構高そうですね。パイロットもそう、するんですかね、どうだろう。あんまりも見たことないですね、うん。はい、ということで以上ガンプラ紹介でしたこんな感じでした。お父さんが買ったガンプラです。名古屋で買ったガンプラは以上になります。
ったですね。そうなんですよ、お父さんは喜んでて、はい、そう次の、そうなんですよ、ジム3さんが終わったので次やりたいのとかもそう考えたりしてて、そうなんです、遅れちゃいました、あ、全然大丈夫ですよ、ハローはなかないですねハローもなんかすごい簡単にね、あ、前やらせてもらいましたね、なんかすぐ見配信みたいな簡単にできるのとかありますよね、可愛いリボン、ありがとうございます、うん、キューキットもいつか挑戦してみたいです、させてもらったときは、はい、紹介させていただきます、ウォーカーマシンが驚きでしたって、ああ皆さんご存知で、私も初めて知りました、ゼータガンダムはあんま見たことないんですよ私、はい、エッサラオ、ガンダムエースさんはアイ、はい、アイとかで名古屋の、はい、あります、来ました、また行きたいですね、はい、楽しかったです、ということでちょっと長くなっちゃいましたね、すいませんじゃあ今日の音に続いていきたいと思います、はい、今日の音は初めて歌わせていただく曲でリクエストにお答えさせていただきます、今日も大丈夫かな、練習したんですけどちょっと不安ですが頑張ります、音量チェックいきます、あ、ワクセした、やっぱりどうなんですか、ありがとうございます、じゃ皆さん好きなお料理にしてください、服を入れます、そう最近あれなんですよね、鼻の調子が悪くて詰まり気味なのであれなんですけど頑張ります、皆さん好きなお料理にしていただきましたか、曲入りました、お待たせしました、大丈夫かな、まあ、楽しんで、はい、皆さんも喜んでもらえるように頑張ります、はい、頑張ります、音量 OK ですか、 OK って、お、頑張る子、頑張ります、そうですね、寒いですよね、皆さんも温まっ、ちょっと少し温まってもらえるようにはい、メンターム、あ、なんかあんまりならないです、たまに塗りますね、それでは行きたいと思います、聞いてください、どうぞ、ススキが風に揺れて黄金の波が寄せる、いつもの帰り道に季節は巡る、煽ったカーディガンだけじゃちょっと肌寒くなったね、来年のことなのに卒業を近づいてきた、今君といられること、そばにいられること、どれだけ大事な日々か、ああ君のそのすべてを僕は覚えていたい、輝いてるこの時遠くの空が澄んで山の尾根まで見えて、朝晩冷え込んだら初雪が降る、どんなに好きでいたって別れはやってくるんだね、僕たちが自転車をゆっくり漕いだとしても、今君といられること
そばにいられること、運命重なる日時さ、あったったそれだけでも、冬の足音さえも幸せだと思える。君といられること、そばにいられること、どれだけ大事な日時か、ああ、君のその全てを僕は覚えていたい。輝いてるこの時、今二人見つめ合って、何も言わなくても心が通じているよ。ああ、同じ道歩いた君と僕の季節は、振り返れば眩しい。輝いてるこの時、ありがとうございました。今君といられることでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ラムネの飲み方公演ですよね。攻撃もいいですよね。ちょっと切ない感じはあるんですけどね、いいですよね。ありがとうございます。この季節にぴったり。確かに確かに、もう結構寒いですよね。確かにそうですね。と初めて歌わせていただいたんですよ。そうなんですよ。ラムネの飲み方声も出てみたいです。かっこいい歌声だ。かっこよかですか。ありがとうございます。よかったよ。ありがとうございます。バチバチバチ、懐かしい。ありがとうございます。応援もありがとうございます。嬉しい。あ、何でしたっけそれ。あ、NNB さんの曲でしたっけ。なんダサい、なん、なんでしたっけ漢字がわかりませんダザイオサム。あーあー、ダザイオサムを読んだか。あー、聞いたことあります、あります。はい、超絶ヒロイン入っているんですかね。どうなんだろう。わかりました。ちょっと調べて、入ってたらまた後押してください。はいはい、ありがとうございます。走れメロスですね懐かしいですね。はい、習いました、国語で。はい、うん、嬉しい。はい、じゃあ発動の前に、今日はですね、最近はちょっとさせていただいてなかったんですけど、やっぱりたまにはちょっとさせていただきたいので宣伝タイムをさせてください。よろしくお願いいたします。すいません。はい、じゃあちょっと行きたいと思います。こちらになります。じゃーん。 SK48 28枚目シングル、あの頃の君を見つけたの現地でトーク会のお知らせになります。へーはい、お待ちください。あれ、どこのページかな、どこのページかな。あれれ、あれれ、あ、見つけました。
こでーす。じゃじゃーん。タニャよー。あ、ありがとうございます。はい、こちらが始めになります。まず11月20日土曜日には埼玉スーパーアリーナのコミュニティアリーナさんで 1,2,4,5 部、4部させていただきます。やったねそしてなんと、はい、第1部完売していただきました。ありがとうございます。ぴょー、嬉しい。ぜひチュンリーコスプレさせていただくんですけれども、はい、とても嬉しいですね。見て、あの完売も本当にありがとうございます。はい、チュンリーコスも気合い入れますのではい、チュンリーに近づけるように頑張りますはい、そして次の日の11月21日日曜日も埼玉スーパーアリーナのコミュニティアリーナさんで 1,2,4,5 部、4部させていただきます。こんばんは、ありがとうございます。そして第1部この日もなんと完売していただけてます。ありがとうございます。嬉しいありがとうございます。この日はですね、こうで決まってるんですけど、ちょっとまだお伝えできないので、うーん、あ、お仕事ですか。あ、お誕生日25歳迎えました。おお、おめでとうございます。じゃあ宣伝タイムの後はお祝いさせてください。はい、そう、この日のコーデ決まってるんですけど、ちょっとまだお伝えできないので少々お待ちください。すいません。そして11月27日土曜日は愛知スカイエキスポさんで 1,2,3,5,6 部の5部させていただきます。お仕事で、本当ですか。ハロウィンの日も、あー、悲しいですが、でもそうですね、お仕事も大事ですので、うまいこと、まあ、ねえ、なくなったお休みだったらいいなと思うんですけど、はい。そして次の日の11月28日日曜日も愛知スカイエキスポさんで 1,2,3,5,6 部、5部させていただきます。はい、5と6部は完売していただけています。本当にありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。はい、この作画もまたお役が決まったらお伝えさせてください。そしてあれ、はい、5時販売の締め切りがこちらになりました。じゃん、11月20日の方ですね。11月20日土曜日、チューミーさんのコスプレをさせていただく人、11月21日日曜日はまだ決まってない日の埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナさん分が11月8日月曜日の12時正午までとなっております。はい、ここが一番早いのでお気をつけください。そして11月27日土曜日と11月28日日曜日の愛知スカイエキスポさん分は11月の15日月曜日12時正午までとなっております。はい、ここもそうですね、この販売が終わってすぐなのでお気をつけください。ということで、宣伝は以上です。来てくださってありがとうございます。はいありがとうございます。宣伝タイムを聞いてくださって嬉しいです。じゃあ、そうですね、お祝いも今日もさせてください。嬉しい、最近たくさんお会いさせていただけて嬉しいです。今日お誕生日に、はい、お誕生日の方いらっしゃるので、今日も10月お誕生日の皆さんに向けて歌わせていただきたいと思います。皆さんも一緒に歌ってください。お願いします。いきます。じゃあいきますね。せーの、 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear、 10月お誕生日の皆さん、キラ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 、 Happy birthday to you、おめでとうございます。パチパチ、素敵な一年になりますように。あ、一緒に可愛い、ありがとうございます。 Happy birthday
美味しいものとか食べてくださいね。はい、ありがとうございます。10月またもうちょっとですもんね。早いな、めでたいですね。はい、一緒にありがとうございます。嬉しい。じゃあ発動は何がいいですかね。今日の発動は、バースデー、一番バースデー、世界で一番ですかね、バースデーソング歌わせてもらってますかね。幸せですね。ジムさん、ビームライフルを撃ちましょう。ジムさん、ジムさん、ジムさん、こういう感じ、ここでこう、バーンみたいな感じですかね。バーンみたいな。こう出てますよね。こう、バーンみたいな。大きいですよね。あ、今日は、ちょっと、あ、あれで、ジム、そう、はい、皆さんに、じゃあ、向け、皆さんのハートに打ちたいと、打ちたいなんですか。皆さんのハートに向けて、はい、愛の玉を送らせていただきたいと思います。バーン。じゃあジムさんになれるように、え、こうですよね、多分思ってますもんね。こうバーンですかね。バーンでいいかな。でいいですかね。じゃあ行きますよ。行きまーす。よこにゃーん。ウィーン。バーン。からのー、皆さんのハートに狙い撃ち。バーン。ヒュー。あ、行きましたね。命中しました。さあ、これで皆さんをもうより好きになっていただけたかなと思います。やったね。嬉しい、やられたーって。やったー。止められました。嬉しい。きっとありがとうございます。皆さんしっかり受け止めてくださって、受けないでくださってありがとうございます。カマテープで、もう、はい、抜けないようにしてください。抜けないように。ありがとうございます。吉の方ですね。こにゃの方でした。Thank you, こにゃ。Thank you. ありがとうございました。4113人の方も。嬉しいです。はい。ということで皆さんありがとうございました。楽しかったでしたわ。明日もそうなんですよ。お仕事とかフリーでとか、そういろいろあるので。明日も頑張る子でー、頑張りまーす。だから平日が始まりますが、一緒に頑張りましょう。でも体調第一で、あんまり無理はしすぎないでくださいね。夜はしっかり睡眠とってください。おやすみやこにゃー。ありがとうございました。また明日お待ちしてまーす。シャチホコ、ありがとうございました。